4月17日深夜、資金難により、同年4月18日から全便の運航を停止すると発表し、同年6月20日より、インド倒産法による生存手続きが始まった。2019年4月18日より、すべての国内線と国際線の運航を停止している。ムンバイをハブとし、インドの民間航空会社の中では大手であった。 航空券の座席予約システムはサーブルを利用していた。1992年4月1日に設立されたジェットエアウェイズは、1993年5月5日に4機のボーイング737から300で商業運航を開始した。ヨーロッパ、北米路線を就航させ、インド第二の航空会社となるなど、国営航空会社のみであった。 インドの航空業界に少なからず影響をもたらしたと言われている。インドでは同国国営のフラッグキャリアであるエアインディアが主要エアラインであったが欠航率や延着率が高いことがネックとなっていた。これに対しジェットエアウェイズは高い定時性を売りにビジネスマンなど時間に余裕のない顧客から支持を得て2007年の インド国内における航空シェアは24.2%でトップとなった。翌2008年の調査では、キングフィッシャー航空とエアデカンの合併の影響で22.7%と若干シェアを落としたものの、エアインディアの14.7%をしのぎ、インド国内でのトップシェアを守った。格安航空会社が台頭する近年においても、2013年4月の調査では、 子会社を含めて22.6%となっており、インジ後に続く2位につけていた。2006年にエアサハラを買収して、ジェットライトに社名変更した。2012年3月には、自社の格安航空部門である、ジェットエアウェイズコネクトと統合し、ジェットコネクトに再変更している。2008年4月からは、香港へも就航した。また、インドと北米を結ぶ路線に関しては、 従来からのヨーロッパ経由に加え、アジア、太平洋経由での上海経由サンフランシスコ線を運行していた。2013年11月、エティハド航空がジェットエアウェイズの株式を取得後は、同社との連携を、強化、2014年10月に立ち上げた、エティハド航空パートナーズにも参加した。なお、他国の航空会社との連携に関し、ジェットエアウェイズが、 スター・アライアンスに加盟する可能性も報じられていた。2014年12月からは単一ブランド戦略に伴い、Z コネクトについてもフルサービスに転換した。2019年4月17日深夜、燃料費や各サービスにかかる費用を調達できなくなったため、すべての国内線、国際線の運行を4月18日から停止すると発表した。 ジェットエアウェイズの声明では運行停止は一時的としていたものの資金不足に陥っており、つなぎ資金を調達できない限り運行は不可能であった。最終便はアムリトサルを立ち、4月18日にムンバイに到着したフライトだった。2019年6月20日、同社はインド倒産法による生存手続きに入った。ボーイング777から300。 ER Airbus A330 から200型機2020年3月現在、全機運用停止となっている。2019年6月現在、2020年2月現在、すべての便の運行を停止している。日本への就航はなかったが、全日本空輸とコードシェア及びマイレージ提携を行っていた。ジェットプリビレッジという名前のマイレージサービスを運営していた。パートナーは以下の通り、 ふとじは、エティハド航空パートナーズ加盟航空会社。ありがとうございます。